安倍の金像、国葬儀、国葬儀と儀、儀をつけてください。閣議で決定してます。止めらい、じゃあ、ありません。パート、パート、やります。音楽、スタート。知らん帽子が小皿叩いてちゃん引きおけさおけさせつまややるせないよ。ただ、さっき申し上げたように、国民全員に弔意を、まあ、ある意味、客観的に言うと強いて、そして何かイベントがあれば、今日は国葬だから、制限してというのが戦前の国葬だったんですね。国民国葬、国葬って言われると戦前やってたものなわけですね、根拠法を持って。ですよね、国葬って。だからそれがセットであるのが国葬であって、今回やるのは。戦前はそうだったということで。そうです、そうです。だから、その要するに国葬っていう定義が今まであったのは戦前の国葬の。根拠法があったやつだけですね、うん、で今回やるのは国葬ではなくて国の儀式としてやる国葬儀だと。なのでその内閣設置法において国が行う儀式は内閣が決定、そこは最後国民の皆さんにもうご判断いただくことだと。だから最後これは訴訟が起きて最高裁の判断まで行くんじゃないかなというふうには思います。牧原さん、統一教会による献金とらち、この悪事自民党は立ち向かわないんだ。統一教会の解散を求めない自民党会、ははははは。は安倍が統一教会と一緒に犯した数々の犯罪、それなのに安倍を断罪しない平和な葬式をやろうって言うのかい？国葬か、そうではなく国葬儀ってへりくつでごまかす。そして内閣決定で済ませで国会でめった打ちに合わない。安倍にはめった打ちが似合う。自民党、変なこと考えてるんだ。国民なんて全く入っていない。